川川、別名、川水とは、中国の山西省を南北に流れる大きな川で、伊賀に次ぐ黄河第二の支流。1924年の川川の写真。現在の瀋陽市付近太原市の川川両岸に設けられた川川公園。川川の水はせき止められ、ダム湖のような状態になっている山西省北部の雪州市、根井武市県の関山に発する。源流域は、桃皮やガラマツの森が広がり、森林公園に指定されている。大渡高原の谷間を流れる支流を集めて、南西方向へ流れ、次いで南東方向へ、さらに北東方向へと大きく曲がりながら、太原市で盆地に出る。進中市から臨汾市へと、山西省中部の盆地を、北東から南西の方向へ貫き、黄河で西へ折れ、雲上市河津で、黄河左岸に合流する。流域面積は 39,417 平方キロメートルで、山西省の面積の 25.3% を占める。山西省中部から南部にかけての重要な工業都市や春秋戦国時代以来の歴史的都市の多くが川下流域にあり、黄河文明や中国の歴代王朝の多くを生んだ山西省の母なる川でもある。かつては水量も豊富で、川魚が多く取れ行き交う船も多かった。しかし、20世紀後半の鉱工業発展、水需要の増加、上流での砂漠化やダム建設などで、水量は減少し、暖流して水が流れない時期も増えている。太原市は1990年代に移設可能な堰を市の中心部を流れる川川の各所に設けて、水をため、川川沿いに公園を整備し、常に水面が市内にある状態を人工的に作っている。ありがとうございます。